皆さんお疲れ様でした。今回の選挙は地震発生以来、また余震も続く中に豪雨災害もあり、大変それぞれが自問自答しながらの選挙戦であったというふうに思います。ここで当選報告会を始めるにあたり、まずはじめにこの度の熊本地震並びに豪雨災害で亡くなられた皆様方に哀悼の誠を捧げるために黙祷をしてスタートをさせていただきたいと思います。皆さんご起立をお願いいたします。松村ご夫妻、ステージの上にお上がりいただきたいと思います。それでは黙祷。お直りください。
皆様ご着席ください。それではただいまより松村義弓当選報告会を始めさせていただきます。司会を担当させていただきます自由民主党熊本県連政務調査会長代理を務めております人吉選出県議会議員溝口浩二です。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに後援会長でもあります、そして自由民主党熊本県連会長でもあります、この度の選対本部長を務めていただきました山本秀久県連会長からご挨拶をいただき、万歳三唱の音頭を取っていただきたいと思います。山本会長、よろしくお願いいたします。すみません、国会議員の先生方も壇上にお上がりください。ありがとうございました。それでは早速松村義弓本人から皆様にお礼のご挨拶を申し上げます。
しっかりと現場の声を国政に反映させることだと、こんな思いで活動してまいりました。従いまして、選挙戦も選挙というよりも現場に出て被災者の皆さんや、また直接被害のなかった方々の熊本県民の皆様方の声を聞かせていただき、私たちが早急に手当てをした補正予算でお答えできるものにしっかりとお答えをし、足らざるは何なのか、こういったものを聞かせていただいた選挙戦であったような気がいたします。今回こういう早い形で当選を果たすことができました。これは一重に皆様方がおつなぎいただいたその声の結集であろうと思います。私に対する評価というよりも、熊本県の復旧復興を頼むぞという期待を集めていただいたんだと思います。選挙戦の中で不安よりも使命感に変わっていったのが私の本当の気持ちでございます。先ほど山本会長は万歳ではなくて、これからが復旧復興のスタートなんだぞという意味で頑張ろう参照させていただいたんだと思います。6年の任期をいただきました。一日でも早い復旧復興に向けて、まずは全力を尽くして国政で皆さん方の声を反映できるように頑張ってまいりたいと思います。何よりチーム熊本の一員としてまた帰れたことを嬉しく思いますし、今回の選挙で貴重な経験をさせていただいた、そのことを糧に強い使命感を持ってこの任期の6年間頑張ってまいる所存でございますので、何卒引き続きのご指導ご支援よろしくお願い申し上げます。最後になりますが、熊本は必ず復活をします。皆さんと共に頑張りたいと思います。頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。松村候補ありがとうございました。これから共同インタビューに入りますので、そのままインタビューに入っていきたいと思います。はい、マスコミの皆さん方とお願いいたします。